リチャード・ローティリチャード・マッケイ・ローティは、アメリカ合衆国の哲学者であり、ネオプラグマティズムの代表的思想家である。シカゴ大学で学士号を、修士号を得た後、イエール大学で1956年に博士号を得た。プリンストン大学の哲学教授を21年間、務めたほか、バージニア大学教授などの職を経て、スタンフォード大学教授となり、哲学と比較文学を教えた。 後、スタンフォード大学名誉教授となる。プラグマティズムの立場から、近代哲学の再検討を通じて、哲学の終焉を論じたほか、哲学のみならず、政治学、経済学、社会学、アメリカ文化などの論壇で活躍した。現代アメリカを代表する哲学者である。1981年、哲学と自然の鏡によって、マッカーサー賞を受賞。 同業者のアメリー・ローティは元妻。2007年6月8日、水臓岩による合併症でカリフォルニア州の自宅で死去。75歳。プラグマティズムの代表者、ジョン・デューイのほか、トーマス・クーン、ルートビ・ヒウィト・ゲンシュタインらの影響を受ける。哲学者としてのローティの思想は、その独特な哲学史の見解で知られている。ローティの著作、哲学と自然の鏡では、 近代哲学に一貫して見られる伝統に注目している。それは、ルネデカルトに始まりイマヌエル・カントによって体系化された哲学における認識論の伝統であり、真理に到達するために、威嚇できる確実な知的基礎を確立するための試みであった。そしてマルティン・ハイデッカーや、ルートビヒ・ウィトゲンシュタイン、ジョン・デューイ、ミシェル・フーコー、 W.V.O. クワインなどの現代の哲学者による攻撃はこの認識論的な哲学の伝統に対する批判であったと考える。そしてローティは近代哲学の認識論的な伝統を批判することは必ずしもそれを克服することではないことを問題視し、そのような伝統に基づいた哲学については哲学の終焉を主張する。そして新たな哲学の指針として、 知識や文化を基礎づけるような認識論の伝統を使わない哲学的解釈学の可能性を示唆している。これは哲学の歴史の中で中心的な主題であった真理という問題を研究することは有益ではないことを認めポスト哲学的文化としてあらゆる種類の言説を相対化する文化へと移行することを意味している。このようなローティの考え方は 現代のプラグマティズムの哲学に根ざしたものであり、ポスト哲学的文化が到来したとしても、哲学そのものが消滅することはない。ありがとうございます。